今さらお待ちかね、海上自衛隊東京音楽隊の皆さんの演奏です。説明はいりませんね。お願いいたします。湘南祭りへようこそお越しくださいました。お昼のひとときを私たちの演奏でどうぞお楽しみください。指揮は東京音楽隊長二等海佐上田哲夫です。申し遅れましたが、私は進行役を務めます二等海佐荒木美香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、1曲目は柏のご近所白石に競馬学校があることにちなみ、アニメ「ウマ娘プリティダービーロードトゥーザトップ」主題歌「グロリアスモーメント」をお送りしました。さあ続いてはリムスキー・コルサコフ作曲「クマバチの飛行」を。
東京音楽隊のスペシャルアレンジでお送りしたいと思います。クマバチの羽音を思い起こさせるような速くて細かい音が特徴的なこの作品、もともとは管弦楽のために書かれたものですが、演奏者のテクニックを見せるのに最適ということで様々な楽器に編曲されています。今日の主役はスネアドラム、ソリストは生まれも育ちも湘南町大津ヶ丘第一小学校大津ヶ丘中学校出身、三等海奏小野寺雄大です。地元の声援を一気に受けて頑張ってくださいね。それでは参りましょう。クマバチの飛行。Thank you.
ありがとうございました。クマバチの氷川をお聴きいただきました。ちなみに本日お越しの皆さんの中に大塚岡第一小学校の出身の方、通っている方いらっしゃいますか？あ、元気に手を挙げてくれました。あ、前のお兄さんもありがとうございます。皆さん挙げてくれた子に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。さあ、小野寺三曹をはじめ私たち音楽隊員の多くは演奏家になりたいという夢を抱いた吹奏楽部員でした。何かになりたいという気持ちは誰しも一度は抱くものです。勉強ができるようになりたい、スポーツ万能になりたい、綺麗になりたい、それは目標に向かって頑張る力をくれる原動力です。そんな気持ちを私たちに最初に教えてくれたのは誰だったでしょうか？録画予約をしてテレビの前にスタンバイ、毎週放送が始まる時間を指折り数えて待っていた、そんなアニメはありませんか？魔法少女に美少女戦士、決め台詞は大きくなっても覚えてます。次はいつだって私たちを勇気づけてくれる正義のヒロインたちを集めたメドレーをお聴きください。アニメヒロインメドレー。
ありがとうございました。アニメヒロインメドレーをお聴きいただきました。さあ続いてもアニメ作品から、スタジオジブリが制作した風立ちぬの主題歌をお送りいたしましょう。飛行機好きの少年堀越二郎が航空機の設計家を志し、やがてはゼロ戦を生み出す物語。宮崎駿監督独自の解釈を加えて、運命の伴侶直子との出会いや、イタリアの航空機設計家カプローニとの時空を超えた友情がドラマチックに描かれました。荒井由実さんが歌う主題歌を、本日は二等階層三宅ゆかりの歌でお楽しみください。少し質問なんですけれども、今日このセブンパークまで電車で来たよという方どのくらいいらっしゃいますか？
あ、後ろに一人、あ、前にも一人、ありがとうございます。じゃあ次は車で来たよという方、あ、たくさんいらっしゃいますね、ありがとうございます。じゃあ最後に頑張って走ってきた、さすがにいらっしゃらないかな、ありがとうございます。さあ次の曲はですね、2、3人いらっしゃったんですが、電車にまつわる曲なんですね。ここセブンパークは JR 柏駅からバスが出ているそうなんですけれども、まだ JR が国鉄と呼ばれていた頃、各駅には待ち合わせのための伝言板があったんです。一番有名だったのは新宿駅東口の伝言板。そこに暗号を書き入れると伝説のシティハンターが依頼を受けてくれるんだそうです。書くべき暗号は XYZ、 意味するところはもう後がない。9月8日に新作映画エンジェルダストが公開された人気アニメシティハンターからお聴きいただきましょう。伝説のスイーパーが柏に参上、ゲットワイルド。切りつけながら暗闇走り抜ける、シュールなスリルに身を任せても、明日に怯えていたよ。 It's your band or my band or somebody's band、 誰かのために生きられるなら、 It's your dream or my dream or somebody's dream、 何も消せない痛み心に抱いて、 Get back and down この街で、優しさに甘えて痛くはない、 Get up and down、 君だけが守れるものがどこかにあるさ、 Get up and down、 一人でも傷ついた夢を取り戻すよ。守れるものを見つけ出したら、 Get up and down。
ました。ゲットワイルドをお聴きいただきました。さあ時間が経つのは早いもので、次がこのコンサートおしまいの曲となってしまいました。ここ湘南町には海上自衛隊下草航空基地がございますので、ご家族に海上自衛官がいるという方もいらっしゃれば、今日初めて海上自衛官の制服姿をご覧になったという方もいらっしゃるかもしれません。皆様の日頃のご理解ご支援に深く感謝申し上げますとともに、このコンサートを通じて私たちのことをより身近に感じていただけましたら幸いです。ありがとうございます。ありがとうございました。おしまいにお送りするのは、ニューヨークのある有名ジャズクラブをイメージして作られたご機嫌なナンバーです。アルトサックスとドラムス、そしてトランペットのソロにもご注目ください。それではお聴きいただきましょう。ラストナンバー、バードランド。
演奏会を終了とさせていただきます。この後13時より
この道の一番奥、自衛ブースで海上自衛隊下総航空基地がお仕事紹介イベントを行います。こんな時でも見られないと、こんな時でもないと見られない貴重なイベントを皆様どうかお見逃しなく。それでは本日はお聞きくださり誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。海上自衛隊下総航空基地、東京音楽隊、海上自衛隊東京音楽隊の皆さんでした。